はい、こんにちは、キリンです。今回はですね、社長 YouTuber なおさんが柴田さんに企業案件を依頼して、その対応のひどさに、なおさんが激怒して物申す動画を上げるということについてですね、僕の意見を言っていきたいと思います。はい。で、僕はですね、その社長 YouTuber なおさんと、交流がかなりあって、ついこの間コラボ配信をしたばっかなので、結構ネタとして扱うのはちょっと難しいとかやりにくいんですけど、ただ、なおさんもですね、僕のこと批判とかしてもいいんで、とにかくネタにしてくれるとありがたいってことなんで、僕はですね、率直に思ったことを話していこうと思います。はい。で、僕もそんなに、なんて言うんですかね、自分が思ってもないようなことを動画で、こう真面目なトーンで喋ることはできないんで、普通に思ったことをそのまま話していきます。はい。で、僕が思ったのは、まず結論から言うとですね、結構中立な立場です。どっちが、100悪いとかっていうふうには思わなかったです。はい。で、それをちょっと説明していこうと思うんですけど、まず、なおさん側に、もうちょっとこの対応、いい対応ができなかったのかっていうことなんですけど、なおさんはですね、携帯メール、ドコモのメールからメールを送ってて、これは人によって違うと思いますが、企業のですね、しかも対外的なメールとして、携帯メールっていうのを使うっていうことがですね、信用できないだったり、失礼に当たると考える方も、いると思いますので、で、柴田さんもですね、そのうちの一人だったんじゃないかなと僕は考えました。で、柴田さんは多くの仕事の依頼が日々来てると思うので、その中で、ある程度仕事を選べるような立場にあるんじゃないかなと思うんですよね。なんで柴田さんはその携帯メールから来たっていう時点で、もしかしたらこう冗談半分で送ってきてるんじゃないかとか、誠意がないんじゃないかとか、あとはいたずら目的かもしれないとか、そういったことを判断して、ああいった雑な対応になったのかもしれないっていう。はい。なので僕が見た感じでは、柴田さんは最初からなんかまともに受け合う気はないような、対応をあえてしたのかなっていうのもちょっと思いました。これはもう業種だったりでかなり考え方違うと思うんですけど、やっぱり携帯メールが好ましくないっていう考える方も一定数いると思うんで、なおさん側からすると、そういった配慮もあった方がより良かったのかなと思いました。はい。なおさんはですね、すぐに返信できるように携帯メールから送っていたっていうことだったんですけど、スマホから独自ドメインで送受信するっていうこともできますし、あとは例えば、もう少しビジネスメールの、テンプレというか、本文の頭に宛名をつけたりとか、文の最後に、返信先の住所や名前をつけたりとか、そういった感じで、丁寧というか、カチッとした印象を持たせることは、まだできてたんじゃないかなとは思いました。はい。で、なおさんの一通目のメールに、僕が正直に思った感想っていうのも、少しちょっとフランクな感じかなと思ったりもしたので、もう少しカチッとした文面の作りでも、良かったのかなと思ったりはしました。はい。で、ここから柴田さんの、問題点というか、これはよろしくないんじゃないかなっていうところを話していこうと思うんですけど、これは別に説明不要というか、誰が見ても、ビジネスのやり取りとして、あのメールの内容っていうのは、ちょっとひどいというか、常識的じゃないですよね。なので、なおさんが言うように、例えば柴田さんが、お仕事を受ける気がない、なおさんのメールを見て不誠実だと感じたとしても、それなりの断り方だったり、あしらい方っていうのはあると思うんで、なんで、いろいろ含めても、ひどいのは間違いないと思います。そこだけは強く言っておきます。で、ただなんですけど、僕なんか割と柴田さんの動画ってもう、毎回見てるタイプなんで、あんなもんだろうなっていうのも正直あるんですよね。で、結構柴田さんは、動画ではあんなこと言ってるけど、実は裏ではいい人、実は裏ではしっかりしてるみたいなこと言ってる人結構多いというか、よく聞くんですけど、僕は全然そうは思ってなくて、正直動画の感じのイメージもあのまんまだろうなっていうことを前々から思ってたんで、特に驚きがないというか、やっぱりそうなんだっていう感じでしたね。なんで、その正直なところ別になんか、柴田マジで最低だなとか、なんていうかなんか衝撃みたいなのは、正直なかったですね。ああ、なるほどな、みたいな感じで。なんか柴田さんらしいな、っていうことですね。ただですね、もちろん、なおさんが怒る気持ちもすごくわかるんで、なので動画にしたってことなんですけど、はい。だから結論を言うと、まず第一に柴田さんの対応はひどい。で、ただ、なおさん側ももう少し、工夫の仕方があったのかなと
思います。はい。で、結論、僕の感想は、まあ、柴田は柴田だったみたいな、こんな感じかなと思います。はい、以上です。皆さんどう思われましたでしょうか、ということで、はい、さようなら、ごきげんよう。